えー、今回もですね、えー、ゲストをお迎えしての収録となりまして、えー、伊坂幸太郎さんが好きだという方をお招きして、ただただ伊坂作品の話を <laughs> するという話ですね。あとね、えー、今もう7月になっちゃいました。7月中旬になっちゃいましたけども、今年の上半期6ヶ月の中で見た映画の話を しようかなぁと思っていたんですが、なんかもう6月終わって7月になり、なんかタイミングを失ったなぁという感じもありますし、ネタバレで話したいんだけどさ、まあ、こっからネタバレですよっていう風にして、その作品見てない人はね、飛ばしてもらってという風に思ってたのが、10作品ぐらい話そうかなと思ったらさ、むずないですか <laughs>